NPO 法人札幌カラス研究会中村です。東京ツアーというか、もうあっという間に今日帰る日になりました。今これ朝の歌舞伎町ですね。相変わらずカラスは少ないんですけど、まあね、ブラブラ見てます。やはりこう嘔吐物処理班、これ今出されたばかりの嘔吐物なので、まだこうね新鮮なのか、ブト君が特会引っかえ食べに来てますね。ブト君がこれ、ね、もうほとんどあっという間に食べてしまうので、もうここ掃除されないかもしれない。まあせいぜい水まく程度でね終わっちゃうんで、これは多分ね、全国、日本全国そうじゃないかなと思いますね。繁華街の嘔吐物はブト君が綺麗に食べてくれるので、人間はそんなに手を汚さなくても、助かるとね。皆さん気づいてませんねって。でやっぱり相変わらずこうネズミの方が目につきます。ネズミとトバトさん多いですね。でゴミ袋がボコ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 動くんですよね。でなんだろうなと思ったら、そうだそうだネズミだと思ってね、ただこうネズミこう袋を穴開けてその中に入り込んでですね、こうもそもそ食べ物を選んでるんで、それでこう袋がボソ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 動いちゃうんですよね。なんかすごいなって思いますけど、でちょっと嘔吐物あまり綺麗ではありませんが、まあ、これもブト君のね行動の一つということで、気合わずに見てあげてください。それでは。